大晦日に放送の第74回 NHK 紅白歌合戦で3度目の出場を果たす桜坂46。アーティストが憧れる大舞台へ2年ぶりに返り咲いたが、ここまでの過程では涙もあった。欅坂46の改名後にファーストシングル Nobody's Fault をリリースした2020年、2021年の連続出場を果たすも、2022年に落選。しかし、異例の復活劇を遂げた。その背景にあった、2023年の躍進の理由を3つに分けて紹介する。バル、即戦力として期待された3期生がグループ力強化の礎に欅坂46時代からグループを支えてきた1期生、2期生に続き、1月に新加入した11人の3期生は、新たな活力をもたらした。3月4から5日に神奈川県、ピアアリーナ MM で開催した、桜坂463期生をもてなし会、でのステージデビューまで、即戦力として期待された3期生は、各々の葛藤も乗り越えながら研鑽を図った。バル、デビュー前の合宿を記録した全8編の公式 YouTube 動画、3期生ドキュメンタリー、では、グループ史上最高難度と称される楽曲、1、に挑むべく奮闘した。3期生の軌跡が記録されている。努力が実ったステージデビューも挟み、2023年内リリースのフィフスシングル収録の3期生曲、夏の近道、シックスシングル収録の3期生曲、静寂の暴力、を経て、グループ初の選抜制を導入したセブンスシングル、承認欲求、では、3期生の4人が堂々の表題曲選抜メンバー入りした。バル、11から12月に東京、東急歌舞伎町タワーにある劇場、シアターミラノ Z で開催した、坂道グループの新世代による、新参者ライブアットシアターミラノ座の3期生公演では、欅坂46の楽曲、語るなら未来を、のサプライズ披露も話題に、谷口彰、山下桃月ら、鬼別局でのセンター経験者をはじめ、主戦力としてのさらなる活躍が期待される。過去のツアーも糧にステージパフォーマンスを洗練。1期生から3期生が一致団結するライブは、桜坂46の核だ。欅坂46時代からの色を継ぐ強いメッセージ性をもたらす楽曲とともに、ステージでのパフォーマンスを洗練し続けている。4から6月に全国5都市11公演をめぐった、サードツアー2023は、試金石となった。グループ楽曲のパフォーマンスはもちろん、ステージ演出にもこだわりを見せる。過去の、ファーストツアー2021、セカンドツアー2022 As You Know を経たステージの進化は、メンバーの証言からも読み取れる。シックスシングル、スタートオーバーのインタビューで、過去の、ファーストツアーはファンと、一緒にライブを作り、楽しむをテーマにした一方、セカンドツアーとサードツアーはファンとライブを作るのは変わらず、桜坂46はこういうグループだ、とより明確にするためのツアーだった、と振り返ったのは、1期生の小池美波だ。サードツアーのリハーサルでは、関係者も過去のライブを超える、と宣言。その言葉通り、セカンドツアーで作り上げた楽曲、ダンス、音響、照明すべてが融合したステージをさらに強化し、まるでショーのように、その世界観に没入させるスタイルで観客を圧倒させた。バル、その後は、国内外のステージへの出演も相次ぎ、11月に千葉、ZOZO マリンスタジアムで開催した、サードイヤーアニバーサリーライブ、では2日間で7万2000人を動員。ステージバック席まで埋まる超満員に。ライブを締めくくるスピーチでは、2期生でキャプテンの松田里奈が、改名後はグループの方向性に迷いながらも、走り続けてきた結果が現れてきたことを受け、この1年が本当に特別だったというか、今までとすごく違った1年だった、と語り、1年を通じての活動に手応えを感じていた。バル、積極的な海外展開でアジア圏で栄誉ある2冠を獲得。ステージで躍動した2023年、桜坂46は3枚のシングルを相次いでリリースして話題を作り続けた。
オリコン調べの初週売り上げでは、フィフスシングル、桜月が 34.9 万枚、シックスシングル、スタートオーバーが 43.9 万枚で、セブンスシングル、承認欲求は自己最高の45万枚を記録した。さらに、国内で戦略的に活躍する一方で、海外へと活躍の場を広げたのも躍進の原動力に。YouTube 上でも、かねてよりグループのメガボルトでは海外のコメントが目立っていたが、2023年はステージでも海外展開を加速した。バル、7月にフランスパリで開催したジャパンエキスポパリ2023を皮切りに、8月にはマレーシアクアラルンプールで開催のジャパンエキスポマレーシア2023に出演。12月にフィリピンマニラで開催したアジア圏で活躍するアーティストの祭典2023アジアアーティストアワーズではパフォーマンスを展開するとともに、ファン投票1位獲得による人気賞ベストミュージシャン賞の2冠を達成した。